はい。ということで、えー、岸本会でございます。はい。今日はですね、先に言っとかなきゃいけないのが、はい。えー、ご飯食べる前の方は、ちょっとやめた方がいいかなという<え>、ことだけをちょっとお伝えしておきます。はい。えー、では行きます。はい。ベストヒット都市伝説。はい、はい。ということで、うん、えー、ベストヒット都市伝説とは、えー、ランキング形式でね、いろんなことを紹介するという感じでございますけれども、はい、今日はですね、うん えー、世界にあるさまざまな調理法僕が食べたくないランキングでございまして食通ですから、うん、ただあのー、まあこれ僕だけがね、うんえー、ランキングで言うのもあれなんであの林さんは、はい、これは俺いけるぞっていうのと、うん、これはちょっと俺ダメだわっていうのを、うんうん、いろんなね、あのー 海外っていうのは、まあ、日本も含めですけど、うん、海外もすごいいろんな調理法がありますので、うん、ちょっとそれを聞いてこれは食べてみたいとかっていうのがあればちょっと言っていただければ、うん、な、はい、と思っておりまして虫とかも普通に食えますからね虫とかも普通に食べるの食べられますから、うん、イナゴとかねそ調理されたものは食べられますからどういうものがあるのかっていうところでですね、うん、まず僕だかかららけるランキンキグからちょっと 僕が、これならいけるよっていうランキングからいきたいと思います。えベスト4。土壌豆腐。はい。これ日本のやつなんですけども。いけそうだけど。あの、やったこと、やったことじゃない。食べたことありますいや、僕ないと思いますけど、なんか土壌と豆腐でしょうん。いけそうやけど。そうなんですよ。これね、あの、ちょっと世界的には、マジかってなってる。 ういんではねこの土壌豆腐とは豆腐を使った料理の一つで、うん、鍋に水を入れて、うん、生きたままの土壌を一緒に煮立たせて、うん、そこに豆腐を入れると暑さに耐えきれなくなった土壌が冷たいままの豆腐の中に逃げ入りそのまま豆腐と共に煮え,煮え上がってできるという、えー、調理方式。拷問だからその海外の人からしたら、はい、なんて。 クレイジーなかわいそうだなと逃げ込んだやつを食べるのかっていうような感じで言われてるんですけど僕でも土壌と豆腐は美味しいのでもういいかなって思えるんですよねなんでこれはまあ僕の中では食べられるランキングに入ってきてるんですけどもあなたも大丈夫ですこれ食べられる人だって普通にいやそうですよもちろんだって生じゃねえしねうんそうだから できる過程がちょっと、あの、どうなのっていう感じっていうことですね。土壌も食べられますし、豆腐ももちろん食べられるから、そう合わさってるだけだから食べられますよ、そは。それはね、いけるっていうここれはいけそうですね。これはいけまあ、これがね、僕一番、今日紹介する中では、まあ、優しい。多分、簡単ていうか、みんなが食べられるものかなっていう、うん、うん。うん。やつでございまして。はい。えじゃあ次、ベスト3ですね。はい。ホピルアーック。 コピルアック。うん。うん、これはですね、えー、どんなものかっていうと、うんえー、まあ結構ポピュラーなあのね、世界の下手物食材みたいに言われるんですけども。うん、有名なんだ。うん、えー。コーヒーの品種なんですよ。うん。コーヒーもめ、ね。はい。うんみたいな感じなんですよ。はいはい、で、それが、えー、ちょっと独特の製法で作られると、うん、っていうのが、えー、ジャコーネコっていうのに。 コーーヒチェリーを餌として与えて糞として排泄された豆を集めてそれを洗浄したのをコーヒーにするとじこうね腸内で発酵が進んで独特の風味がつくとすごい高いよねこれねこれめちゃくちゃ高級食材というか高級なコーヒーとされておりましてこれはね僕むしろ飲んでみたいという僕飲んだことありますあるん若い時に飲んだことありますねあそうですかもコーヒーの味分かんなくて何も分かんなかった まあ企画かなんかで企画かなんかで飲んだその高級ないろいろな食材をみんなで集めてそれをスタジオで食べましょうみたいなのがあって飲んでいたことがあってそれでシーンというかしましたけどそうなんですなんか普通のコーヒーと変わんなかったな俺は結構世界のね変わったものでよく出てくるそうですねものの一つかなって感じよねたまたま食っちゃって出来上がったもんですもんねそれね ストレーミングみたいな感じ。それに近いのかなと思いますけども。うんうん、えー、じゃあ次、ベスト2いきます。はい、どうじたん。なんてどうじたん。どうじたんうん。どこの国の、どこの何のものかもわからない名前ですよね。うん、こちらは中国の伝統料理でございまして、うん、えー、まあ、簡単に言うと、卵。ゆで卵なんですよ。はい。 で、この同時炭っていうのは、えー、作る過程がちょっと、あまり、うん、好かれないという、はいうん、ものでございまして、少年の卵という意味を同時炭、うんえー、ですね。ピータンの炭だよね。だから、同時は、あの、あれよ、同時、<供>同時 T とか、そう、子供のやつで、少年の卵、うんえー。つまりこれは何かというと、一般の少年から、えー、採取した尿によって、えー、 えー、茹でられた、煮卵。うん、要は、少年の、しょんべん煮卵。しょんべんおしっこ煮卵というか。うわ。 でございまして、<う>えこれは毎年春になると、10歳未満のえ童貞の男子。うん、童貞かよ、ね、ほんとに。じゃくちゃんと理由、いろいろあるんでしょうけどね。お,<う>えおしっこがバケツいっぱいに集められると。えー、で、そのおしっこに卵を浸して、新しくおしっこを追加しながら茹でていくと。ちゃ追加すんね、ほんで。いやいや、もう、あの、ちゃんと、煮卵もうそんな感じじゃん。<う>タレもう一回かしてとかあるじゃない。そう、そういうのりをね。見たら。で、この、えまあ、 英語で言うのはバージンボーイエッグは、うんえー、熱中症やまま健康体力増強に効果があると言われているということで、いわゆる健康食品であり、うん、なんていうかな、その季節な、うんうん、めでたいものみたいな感じのノリで食われていると。絶対 <laughs> まあそうだね、確かに。あの春,春のみだから、うん、その時しかやらないっていう。桜餅みたいなもん。 そう。だから、ある日、風物詩なんですよ。あの、子供たちのしょんべんを、みんなバケツで持ってかれるっていうのが、風物詩なんですよ。もうこんな時期ですかいや、そう。いや、にそうなのよ。で、まあでも、卵、卵見るどんな卵見たい。どんな色か見たい。これ普通の、全然ラーメンに入っててもおかしくない色してる。卵とかそういう系の色ですね。確かに。だから見た目は、さほど黒くはない。 それ出されても食べちゃうと思う、うん、知らなかったらそうでしょ、うん、色は全然普通だけどまあこれ聞いた後に、うん、じゃあ食べますって言って率先して食べに行くかっていうところなんですよねしょ、うんべん鍋なかったったけ鍋ンン別でしょんべんの鍋しょんべんで煮立っててるってこと、うん、鍋確かにありましたよいあとあのー、人粉で作ってるやつとかありますよね 人糞あるね。ありますよね。人糞だっけ牛の糞とかじゃなかったっけ人糞かななんかありますよね、そういう飯もね。まあ、でも俺食べられるかもなこれはどうでしょう俺食べられると思う。いける口ですか僕、見た、いける口じゃないけど、あの、見た目が普通であれば食べられるかなあ、やっぱそこなんですね。見た目のところでちょっと、あの、判断していくといそうか。むしろ食べてみたい、ちょっと。なるほどね。ということで。はい。 これはまあだから食べられるむしろちょっと食べたいっていうてい、えー、ベスト2なんですね、うん、僕の中で,で、えー、次いきます、はい、ベスト 1,、はい、1> 人で人で、はい、人で食べられそうだけどなこれねあの意外にも人でって、うん、中国と日本では食べる文化が実はあってただえー ほとんどの人ではものすごい強い毒、うん、テトロドトキシンを持っていて、はい、基本的には食べられないらしいんですけど、うんえー、キヒトデとかっていうヒトデとかは食べられるらしいんですよ。でこれが、えー、僕がね興味を持ったのは、うん、かなりウニのように近くてウニとカニ味噌を食べやすくしたような味だっていうんですよ。 それねまあ見るとねこういう感じなんですけどあ見た目は全然でも人手のままだねそうだからきっちょっと気持ち悪いんだけど、うん、パッと見ねうん、うん、なんだけどちょっと俺ねこれは食べてみたい下手物っていう感じなんですよね、うん、そうっすよね食べてみたいうんですよね、うん、これはだから近く日本でも熊本県天草市かなで、えー、食べられてきているとういうことなんでまあもしかしたら時期によっては いけるららしいですからね食べてみたいなということなんですけども、えー、じゃあその僕はちょっとこれはやめておきたいなというベスト5、えー、いきます、はい、カースマルツカースマルツイタリアからの珍味でございましてイタリアはい、はいえー、このカースマルツの意味、うん、現地の言葉で言うと腐ったチーズという、えー、ものでございまして、うん、食うなよえっ食うなよ腐ったもの、うん まあでも地図ってほら言っても腐ってるようなもんじゃんっていう感じもあるじゃないですか言うけどさ、うん、でも腐ってるのってないじゃん <laughs> いやまあまあ実際ね、うん、あのカビがついてるのはあるけどねずっと食べたりしますけどねそうそうそう、うん、なんですけどこれはですねあの全然他のやつとは別の、うんえー、要素が1個ついておりまして、はい、通称、うん 蒸しチーズという腐っているだけなまだしもううジがうじゃうじゃ沸いているというこれどうやってるかというと普通のチーズにわざとハエに卵を見つけさせてそこにウジを沸かせるとウジが沸くことによって特別な発酵が起き独自の深い味わいが生じるとでも食べる時き虫ごと食べなきゃいけないでしょチーズはパンなどにつける で食べるのが普通なんですが、うん、その時にウジム虫も一緒に乗せて食べるとそうよね、うん、で、えー、その時に、えー、いいですか、うん、ウジ虫が驚いて1 5ンチくらい飛び跳ねることがあるので、うん、目に入らないように目を覆って食べるのがカースマルツを食べる時の作法だと恐ろしいで非常にまれに生きたままのウジ虫が人の腸に住みつき悪さをすることもあるらしい悪さって かいいだから、それを避けるためには、とにかくよく噛んで、ウジ虫を生きたまま飲み込まないようにしなくてはいけないと。殺さなきゃいけないってことよね、口の中でそう、だからもうずっと噛み続けなきゃいけないということでございまして、うん、えー、まあ、一応ね、まあまあ、これは絶対出さないんですけど、これを食べるっていう感じなんですよ。食べなくてよくない<笑><笑>これ。<laughs> でも、美味しいのちま、ちなみに食べた人の感想で言うと、<お>えー 味はブルーチーズの味に近いと。ブルーチーズ食えよ。で、美味しいけれども、後味に苦味が残った。これは多分、宇治の糞ではないかいブルーチーズ食えよ。<laughs> で、食べ慣れるとハマるらしいですね。はい、そうなんだえー、んだ,だからそれぐらい、まあ、なんていうか、他では食べられないような味があるんでしょうね。う,うわ、すごいわ。うん。これ調べない方がいい。これはね、マジでやめた方がいい。これマジで調べない方がいい。<laughs> うわーってなるから。だって、 だだもんたチーズ気にならないのよチーズどこか分かんなかったウうだけに見えていや俺もねちょっとこれはきついなってやっぱ思ったねなめてたわさっきまでのやつれこれ五位五位まあまあほぼ同率ですけどね僕全部食べられないんできっつうんっていうやつでございますじゃあ林さんももちろんこれ無理です難しい虫だものだって生きてるじゃんあげるとかじゃないかねそうっすねうん 次これはこれはもしかしたらいけるかもしれないえいきますはいはいというやつベトナムからエントリーでございましてでも初みたいなもんでしょそうでしょじゃあいけそうだけどなベトナムではですねキングコブラ料理っていうのは結構高級料理で値段も掃除で高くて祝いの時とか人をもてなす時に使われるとつまりまあ 客人として行ったら出てくる可能性もなくはないといで、うはいで丸々一匹を開いて皮以外ほとんど全ての部分をいろんな料理にして食すんですけどんそ,んその中でも最も珍重しているのが心臓と<お>で心臓は取り出してすぐ鼓動がドッくんドッくんしているうちに食べてしまうと、えー、また体から血を絞り出して胆のから胆汁を絞り出し小さなショットグラスに貯めてそれを一気飲みにすると なんで、えー、まあ要はセットみたいな感じだよね調理しないんですねドクドクなってると、うん、そ,うそのまま丸飲みするというかだから、えー、と心臓を、えーまあ、丸飲みというか、うん、するっていうのが、まあ、食べ方食べた人の感想で言うんであれば、うんえー、舌の上で心臓がドクドクしていたと、うん、で、えー、心臓噛まずに飲み込んでしまったので味はよくわからないという、うん、まあ要は メインゲストに来たら振る舞われる一番の主役に振る舞われるやつなんですよで一人ぐらいしか食べれないというあのー、貴重ではあるショートケーキの一番上の一番上のああまあまあもうそんな感じ、うんうん、そんな感じはねえかもしんないけど <laughs> 分かんないからね行ったことないからみたな多分 <laughs>、うん、なんでちょっとあの厳しいなというやつですね、うん、で僕はこれは結構無理ですねいけそうですねあこれはいけそうまあ見てないからかもしれないけどうん う刺身みたいなもんじゃないのかなって思っちゃうあなるほど踊り食いみたいなうん,うんあ結構強いですねそういう意味では心臓はいいんじゃないかいけるんじゃないかなうんまあ飲んじゃえっていうのは一個手だよねそうそう丸、うん、飲みしちゃえばなっていうかむのちょっと難しいかもしれない生けるからじゃあですねえ,ー、<laughs> えっと今のがベスト4かな、うん、あーじゃあ次、えー、ベスト3いきましょうここからがメダルがもらえるわけですね そうですねメダルなのかはちょっともう謎ですけれども、僕はちょっと無理ですね。受賞ですかはい。えいきます。キビアック。えアラスカ、カナダ、グリーンランドからエントリーされたということでございます。キビアック。キビアク。えこれどんな料理だと思いますかキビアックだけだとわからないけど、まあでもヒントはその国だよね、だから。どこって言いましたアラスカとか。 カナダとかグリーンランドかなグリーンランドえでもカナダってさあの国旗にもあるようにあれってハチミツかなんかのやつですよねおおほほほ確かカナダの葉っぱって違いましたっけえっとメープルのねメープルカエデかなそうですよねカエですよねそういうところ甘いんじゃないかなだから甘いんですよキビアップはねおおいいところに目をつけたらキビっていうのはうん 果物なんですよ。多分ほうほうほう。くっせえ果物じゃない。ああ<ー>。うん、なるほど。うん、素晴らしいですね。うん、かなりいいとこつきました。ええー、正解はですね。はい、えっと、海鳥を。うん アザラシの中に詰め込みそのアザラシを長期放置すると発酵してドロドロになった海鳥の内臓を肛門に口をつけてチューチューすするという食べ物でございますどの公式で欲しいとこれ三角られるんですか俺これテストで書いたらバツ×だけど屈辟フルーツですって言ったら俺これ三角漏れるんですか気持ちはくんだ気持ちはくんだじゃないよいいじゃもう一回言って分かんない全然分かんないでしょ今 えとね、ウミスズメみたいな、うん、要はちっちゃい鳥あのちっちゃかわい可愛いスズメいるじゃない、うん、あんな感じの鳥がいるんですよ、はい、そ,れでそれを取って<う>で、えー、アザラシを腹を割くんですよねまず<う>アザラシの腹を割いて,いてでその中に詰め込むんですよそのスズメを、うん、でそうするとアザラシの中にスズメが入った状態になるじゃないですかそれ、うん、スズメは生きたまま いや、死ん,死んでから<ー>死んで。はいはい、で、アザラシを地中に長期間放置すると。うん。そうするとどうなるかというと、うん、えー、もう、アザラシの腹の中でその海鳥が、もうドロドロに発酵して、うん、そうか。えぐちゃぐちゃになると。うん、で、えー、その、ドロドロになった海鳥の内臓を、肛門に口をつけてチューチューすするという。あ、海鳥の肛門に、 んですよね、そのアザラシの肛門じゃないですかあっそうそう <laughs> っ勘違いしちゃった今、うん、あでも気持ち悪いなそれ調理しないんだじゃあうんだからその内臓をすする液状になった内臓をすする料理ーーでまあ一応肉も皮も引き裂きながらそのまま食べるとで歯で頭蓋骨を割って中身の脳みそもちゃんと食べると,いうとそれ難しいかんねええー これはちなみに誕生日、クリスマス、えー、結婚式、成人式などの、うん、祝いの席で釈、えー、されることが多いらしいですね。その地域生まれじゃなくてよかったわ。<laughs> 本当に。ちょっとでも想像つきづらくないつかないよ。だって、ドロドロの海スズメって言われたってわかんないもの。ちょっと、まあ、これ見てもわかんないかもしれない。うん、こういう感じなんですけどね。なんか、これ腹ね。アザラシの。うん。で、これこ、腐れってるような感じの中に、うん、まあ、鳥がいっぱいいて いけないいけやいやいいやなんかさっきから結構何でもいけそうな感じを出してきてたからいや、ね、いけんのかなと思ったらい <laughs> 生きてる時の感じがまんま残ってんのがダメなんですよ僕だってまあそれ大体そうだよねそうだけど <laughs>、うん、それはちょっと残りすぎじゃない あ残りすぎなのが良くなかったんだね。うん。あ<ー>いや、その首とか手足落としてるようなチキンとか食べられますよ、そりゃね。うん、うん、だけれども、それ残りすぎじゃない <laughs> まあ、あと、うん、俺が嫌なのは、食べ方よね。まあまあね。肛門から内臓すするってもうさ、そ,うそ,うそれ、チュパカブラみたいなやつなんじゃないあまあまあ、なんか。 人間の食い方か、それって思って。うん、もうちょっとそれがね、ダメでしたね。確かにね。はい。ただあの、キャトルミューティレーションですもんね。そう,そうそう。うん、で、あのー、じゃあ、次ね。えまだあんだ。<laughs> まだ、あ。2位、1位。もう聞いてる人だいぶ減ってるでしょうけども。銀メダルがい、えーまあ、きますよ、まだ。は。はい。えい、ー、きます。バロー えー、フィリピン、ベトナムから、えー、うん、の、えー、エントリーでございます。はい。これはね、はい、えー、ちょっと外せないかなという。うんうん、えー、バロットとは、孵化する直前のアヒルの卵を茹でたものでございます。来、うん、た、きた。えー、ベトナム、フィリピン、中国、カンボジアなど、アジアの広い地域で食べられている、うん、えー、まあ、いわゆる庶民向けの食べ物で、屋台、ねはい、などで売っているという。うん、えー、で、まあ、フィリピンとかではもう30円ぐらいかな。うん、約30、 ぐらいらいい売れていたりと、うん、まあまあ地域差はあるでしょうけどそれ,それぐらい安いということでございまして羽化、うんえー、する直前ということでもうひなの姿がかなり出来上がっているという、えーうん、まあまあ我々にとってはなかなかのハードルの高い食べ物だと思うんですけど、はい、ただよくよく考えるとアジアの広い地域で食べられているから。はい むしろ日本人なぜ食べられないんだろうっていう感じなんじゃないかなと思いますね。ちなみみににこれ膝の痛とか効いう言われているんである種健康食品的なやつほんまに効くんだったらなうんああもうこれは俺は見ただけで無理だなっていう僕はタイミャンマー行った時に生で見たんですけどあのね屋台にねなんて言うんだろうな いいいちごみたな感じ置てるるのよわか串にいちごが何個もついてる飴みたいな感じあって何やろうと思って覗き込んだら殻が割れてんの一番ゴがいね割れててひながピュッと顔出してるんですよねひなになる前みたいなやつねウてなっちゃってどう食べんのこれと思って地元の人が買ってたんで見てたらスプーンでさ中をねサクッサクッサクッってんかゼリーみたいにちょジと食べてて美味しいって言ってたなんかそういう料理あるよね 卵の中に卵の殻の中に何か戻して卵のスープみたいなそれをまた食べるみたいなチャームシの卵の唐揚げもそそれはダメだっただってもう鶏だものいやちなみに日本人で食べた人の感想でいうと親子丼の味がしたとかっていう人がいたりとかはいいわゆる鶏肉系の味よねうんでだから鶏肉の味と卵の味 両方が同時だから多分親子丼の味って言ったんじゃないかなっていう。すごいセンスいいのか悪いのか分かんないな。そして軟骨とか、コリコリ食感も楽しめるということで、えーね。まあそれなりに。でも、タイ、ミャンマーに数年住んでる人に話聞きましたけど、日本人ね。その人もやっぱ食べられないと言ってたよ。あ、そうっすかきついって言ってた。怖いって。 食える人も食えない人もまあいるでしょうけどね。うん、うん。これがまあ。見た目がちょっともう無理だわ。いや、俺もね、やっぱ無理だね。うん。うん、<laughs> 多分まあでも、食べる人からしたら別に、うん、まあね。何が言ってるんだ君たちは、うん、なんでしょうけど。君だってクジラ食べるじゃない、うん、みたいな感じでしょ、ね。っていうね、感じだと思うんですけども。うん、ちょっと僕は無理でした。はい。はい。 というこ,とでこれをしのぐ金がいるの僕個人的にはねこっちの方がまだこっばろっかなって思ったっていうやつですねうん、うん、1> えー、1位はですね、はい、えー、まあこれ料理名っていう感じじゃないんですけどクソ<そ> <laughs> 料理名って感じじゃないって言ったらクソじゃないクソ、うんえー 草のがいいんかな1ピンクマウスの踊り食いでございますもう怖いわもうこれがもうね<え>僕はちょっとねきついんですよねネズミ踊り食いすんの <laughs> あえっ、ー、とねいわゆるものすごい毛も生えてないちっちゃいネズミの赤んちゃんっているじゃないですか、うん、あ,これあれだ 地獄の食べ物だ。あの、今どっかの地域ついたけど、これは地獄の食べ物で空想のものなんじゃないいや、違うんすよ。あるわけないもんだって。これがね、もう。これ地獄の食べ物だ。あのね、意外と馴染みがないわけじゃなくて、っていうか、馴染みがある人もいるらしいんですよ。っていうのは、爬虫類とか猛禽類の餌として、日本でも売られてたりするらしい。そう、餌とか。見たことあるかも。うん。まあ、いわゆるだから、なんていうのかな。ラットになる前の、 まあ、で要は生まれたてのねずみ毛が生えてねなんか放り込んでるの見たことあるわ、うん、で、えー、これがですねやっぱ中国なんですよ、うん、中国では「三回泣き」と呼ばれている料理として、うんえー、出されるとそれをどういう意味かと言いますと、えー、まあ先ほどのネズミの赤ん坊をですね、はい、生きたまま口に放り込んで食すだけなんでございますけれども調味料をつけた時に一回中とー泣く 箸でつまんだ時に一回チュートな。はい、そして噛み砕く時に一回チュート合計三回泣くという意味で三回泣きと呼ばれているようにだということで、えー、これはちなみにバロットよりも明らかに違うところが歯応えで骨ごとバリッバリ食うらしいです、ね。そうでしょうね。うん。うんうん、だもうそれがね <laughs>、ええまあ、 作ってる動画とかがあったりするんですけど、はい、もう僕はね、うわーってなりましたね。そうでしょう。うん。ちょっとこれは、もうちょっと無理ですね。えー、ーという。えー。 三回泣きまああの名前自体は面白い三鳥かなだから三聞くっていうような感じで書くんですけどあ三丁かみたいなあすごいわちょっと読み方違うかもしれないけど確かにまあ泣く側だったらネズミだもんなうんまあんかどういう感じで並べられてるか食べたところはちょっとあれなんですけどこういう感じで並べられるうげっこういうねきれいにしてんのがガつくわでしょ ネズミとネズミの間にほうれん草みたいなのをこう挟んで、うん、すごいなんていうのかなあれカプレーゼみたいにしてる。わかる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 わか,かる。<laughs> トマトとチーズの、うん、ああみたいな。トマト見えるもちょっと感じなんですよねトトこれ。これをねいってるんですよっていうね。僕からするとこれはもうマジで無理っていう。うん うん、食べ物なんですけれども食べるものとか文化が違うだけでさ、うん、なんかあそこは野蛮だって言って滅ぼしたりするわけじゃん、うんうん、これはもう一っするないやダメだよ <laughs> そういうことじゃないもう火や放っていいと思うわただもうやっぱりこれぐらい違うんだなってやっぱ思うよねそうね,そうねあああのうん なんか日本だとねイカの踊り食いってったっけ刺身のやつとか動いてるやつがあるああいうのとか結構海外でうわーってなるらしいんですよイルカとかさっきも言いましたけどクジラとかもねなんですけどでもちょっと違くねベクトルって思ってたあれってほんまなんかなお猿さんの脳みそ食べるっていうのそれねまあなんかずっと言われてんだけどちょっと都市伝説っぽいね今は 多分ないかな。犬は食べるんでしょでも赤い。犬猫は全然あるんだけど。ただ、これに。もう、ちょっとね、無理だわ。ちょっとね、ぞワってなるやつ。これでございますけど。なんか三位のやつ。あったじゃん。あの鳥のやつか。バロッと。バロットか。いやい三位のやつ。三位のやつ。あの、あれのやつ。うん、あれがさ。腹の中からっていうやつ。言うてすごいからさ。うん。 まあそんな多分差もなく2位1位なんやろうなと思ったらちゃんと開いた2位1位だったら <laughs> いやもう 1>, 1位にしてはもう1位はさ、うん、ボルトじゃんいや <laughs> だいぶさ <laughs> もうさもうあのシンプルが一番怖いなって思わない、ね、<laughs> 調理しないほがいいんだやっぱりね <laughs> 散々発酵してさ内臓から内臓肛門でチューチューするのとか言ったけど、うん <laughs> シンプルに、それ食う方がきついわっていうね。う <ん S 1> 余裕の優勝だったな。うん。落として最後少し。っていう。流したゴールだったよね。ねすごいわ <laughs>、うん。っていうね、ええー、まあちょっとご飯前にた、これ聞いた方はちょっとね、うん、あの、どういう気持ちになるかは知りませんけれども。調べない方がいいわ。ていうかさっきさ、うん。 俺ら夫婦ご飯買い行くわって言ってたじゃん。うん、よくやったなこれ。いやいやもうだって決まってたからやるのは。<laughs> そんな食う食わない知らんよ。って,って、うん、すごい。っていうね。えー、はい。まあ皆さん。食費が浮きましたわ。<laughs> 食べなくて済んだわこれで。<laughs> むちゃくちゃ気持ち悪い。うん。っていうまあ。 あくまででも文化の違いですから、うん、あまあまあ、それはそれということで、ねうんえー、聞き流していただければと思いますけど。ね、日本で普通なものがあっちじゃ無理って言われてることもありますしね。うん、逆に聞いて、そんなんあるんだ、食ってみたいって思う人もいるかもしれないんで、うんねえー、その辺は知っといて損はないかなということでございます。えー、ありがとうございました。